あ、こんにちは。だいぶ暑くなってきましたけれども、ご参加いただきありがとうございます。今日はですね、6月8日ということで、主催は重要土地調査規制法案反対緊急声明事務局になります。重要土地調査規制法案を必ず反映へ、院内集会ということで始めていきたいと思います。私は司会の、事務局にも参加しています。ドクトリック反対ネットワークラジオの代表をやっています杉原浩二と言います。よろしくお願いいたします。まずちょっと簡単に、経緯のものを説明したいと思いますけれども、この緊急声明の事務局なんですが、5月の9日に今日資料にも入っていますけれども、重要土地調査規制法案に関する緊急声明、憲法と国際人権規約に反する重要土地調査規制法案の撤回を求めますというのを、発表して、団体の賛同を集めました。で最初に、二次集約の段階で、221でしたかね、すいません正確な数は覚えてないんですが、かなり全国から集まりまして、その上で5月11日に議員会館で記者会見をやりました。でその後、3次集約という形に進みまして、5月25日、まだ衆議院の段階でしたけれども、衆議院の議員会館で院内集会を行いました。でその際にも、今日もお話しされます海田雄一弁護士、そして全国各地基地の問題や原発の問題で現場で取り組んでいる方々のリモート発言をしていたんですけれども、まあ今日6月8日ということで、衆議院段階で与党が強行採決をしたわけですけれども、その流れの中で参議院の審議がいつまでずれ込むのかという思いもあったんですが、先日本会議で趣旨説明の質疑が行われて、実は今日、まさに今日ですね、参議院の内閣委員会での審議が、趣旨説明の審議が始まっているところです。でこの時間も本当に今日は5時間、約5時間の質疑が入っているということで、内閣委員の方々はもうそちらにもう本当に缶詰状態ですので、今日はちょっといらしていただけないわけですけれども、一体会期末が16日、今日は合わせて9日間しかないんですね。でそういう中で衆議院でも本当に問題点がもう審議すればするほど明確になる、まともな答えが政府からは一切出ないという中で、時間的にもたった12時間でした。で実は日曜日に NHK であった日曜討論で、森山自民党の国対委員長が12時間じゃ短すぎるという指摘に対してですね、同じような種類の法案では、大体こんなもんだと、決して短いということはないということを言ったんですね。ですが同じ種類の法案って本当にあったんですかね、今まで。今回の法案は今までにない形の私権制限も含む非常に重大な法案ですから、同じ種類の法案があったとも思えないですけれども、そういうデタラメな発言をして、正当化していたということで、もうこんな法案は私たち、当初から反映しかないということで取り組みをしてきましたので、参議院では衆議院で行われなかった参考人質疑や、あるいは関連の委員会との連合審査、あるいはパブリックコメント、もう議論を尽くして廃案しかないということで、今日は改めて、法案の問題点、審議を受けての、見えてきた内容も含めて法案の問題点、そして、今日は特に基地の問題ですね、軍事基地の問題で各地で全国で取り組んできた方々のリモート発言も受けながら、改めて市民と議員の力で、会期末廃案という成果を勝ち取りたいということで、中身の濃い集会をやっていきたいというふうに思っています。ということで、まずですね、今日お時間の関係で、中断されるということで、参議院議員の社民党党首、福島瑞穂議員の方から一言挨拶いただきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、社民党参議院議員党首の福島瑞穂です。この重要土地規制法案、みんなの力でとにかく廃案にしていこう、廃案にしていこうではありませんか。これは機内の悪法です。住民監視法であり、地域版治安維持法ではないかとも思っています。こんな法律たまらない、たまたまある基地の1キロ四方に住んでいたからといって、なぜ調査の対象にならなくちゃいけないんですか。いろんなことを調べられ、書類も
集められるけれども、問題なのは報告あるいは聴取に応じなくちゃいけないということです。ピンポーン、自衛隊ですが、ちょっとお聞かせください。隣の人はどんな人ですかとかね、最近娘さんが帰ってこられてるけど、基地についてどういう考えなんですかなんて聞かれるかもしれません。つまり本人が思ってなくてもスパイ活動、密告の形になるかもしれないし、とにかく1キロメートル、大体おおよそと書いてあるわけですが、1キロメートルに住んでいたら、それだけでなぜみんな十把一からげに全て調査の対象になるのかありえないというふうに思っています。立法理由もありません、その基地などの周り、自衛隊の基地などの周りで外国資本が買い占め機能を阻害するというようなことはないと去年2月25日衆議院予算委員会分科会で発言をしています。で、1万歩譲ってそう思うんだったらそういう法律作ればいいじゃないですか。この法律はそういう立て付けになっていません、どこが中止区域、特別中止区域なのかわからない。そして調査、どのような調査が行われるかわからない。で、その調査の結果は、内閣情報調査室などと共有するのかっていう質問に幅広く連携していくっていう答弁なんですよ。もう本当に私たちが自衛隊の情報保全隊がなんで住民の情報を集めるのかと抗議をし大問題にしてきたけれど、法律にのっとってそして大手を振ってやれるっていうことなわけです。これは米軍基地、自衛隊基地、原発、さまざまな施設も対象になります。どこがなるかも分かりません。原発の周りの団結小屋やいろんなところはどうなるんでしょうか。基地や原発を監視しなくちゃいけないのに、なんでその周りにいるという、しかも1キロですよ。で、監視の対象になるのか。そして基地機能の、その機能を阻害する明白な恐れがあれば、総理大臣は勧告と中止命令ができて、それに背くと2年以下の懲役、200万円以下の罰金です。でもどうですか、機能の阻害って何、それから明白な恐れって何。なんか原発の隣の部屋で、隣の家で反原発の人たちで集まってるようだけれども、何かよからぬことを、どんなことを話してるんですかなんて調査が入って、いやこういうことも考えてるのかななんて言ったらですね、それが明白な恐れとなって中止命令で、それに嫌だと思っていたら、それで国が買い取るという努力義務が課されると、結局土地収容されてしまうという、なんかとんでもない、戦前の要塞地帯法にもつながるものですし、宮古島やいろんなところで勝手に自衛隊基地作り、勝手に火薬庫を作り、そこから何百メートルに移るあなたは監視の対象ですと言われ、なんかとんでもないというふうに思っています。人権は地続きです。そんなひどい目に遭う人たちをたくさん作ることは、自分の、私の、あなたの人権も侵害される国になるのだって言ってですね、これは何としても止めたいと思っています。声を上げれば廃案にできるっていうのが入管法改悪法案や検察庁法改悪法案の、私たちの得た、すごく得た、非常に教訓だと、教訓というか、元気になるもとだと思うんですね。声を上げれば廃案にできる、それを信じてとことん頑張っていきましょう。そんな立場で私も社民党も頑張ります。よろしくお願いします。市民ありがとうございました。参議院ですね、一緒に頑張っていきたいと思います。最初にちょっと言い忘れたんですけども、今日資料で私たちの緊急声明が配られているかと思いますが、今回第4次集約ということで6月6日で、集約しているんですが、総数がですね、一番後ろの方、小さく団体名出てますが、296団体まで増えました。あと4団体あれば300いったんですけれども
微妙なところですが、まあ、約300ということで、ますますやっぱりこの法案に対する危機感各地に広がっていると思います。改めて、目を通していただけたらというふうに思います。それからですね、それからじゃなくて、漁業今回まず最初に、前回の避難集会でもお話しされましたが、海道雄一弁護士の方から20分間ほど改めて審議も踏まえた上での問題点ということをお話ししていただこうと思います。海道さんは、ご存知の方多いですが、競合罪対策弁護団、そして秘密保護法対策弁護団、また原発の問題でもさまざまな裁判などで、頑張られていて、まあ、もっと言うとですね、刑務所の問題ですね、監獄の問題などでも頑張ってこられています。よく知ってますね。よく知ってます。長い付き合いですので、ね、ということで、まあ、今回も本当にタイムリーに法案の問題点をずっと問題提起していただいています。でちなみにですね、まさに今日発売された岩波の世界という雑誌にですね、海道さんの方で今福島さんからもありました要塞地帯法の再来という論文を書かれています。で合わせて私たち今回一緒に取り組んでいる中松雅人弁護士も、重要施設と周辺住民監視法という形でこの2つの論文が入ってますので、よろしければこちらも参考にしていただければというふうに思っています。それでは資料の方にもパワーポイントの方印刷してますが、スクリーンで映しながら、海道さんに20分ほどお話しいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。緊急の呼びかけにもかかわらず、なんか会場が満員になってなんか立ち見まで出ちゃってるみたいですけれども、ネットで見てくださってる方もたくさんおられるんじゃないかと思います。20分時間無駄にしないように入っていきたいと思います。まず重要土地規制法案とはどういうものか、まあ、これは政府が作った説明書で、後でよく見ておいてくださいという趣旨です。さっき水戸さんが簡単に説明してくれましたね。それで、まあ、法案は要するに、安全保障上重要な施設、まあ、これを外国に買い占められたら大変だっていうふうに説明してるんだけれども、買い占めをしてはならないって規定がないんですよね。でそういうことに対する対策はなくて、周りの住民を監視するっていう法案です。そこにその名前と中身の食い違いがあるというふうに思います。で、まあ、中止区域と特別中止区域っていうのを、設定するんですけれども、この大国1キロっていうのも実は怪しいですよね。宣伝の要塞地帯法でもどんどん広まっていったんです。そういう意味では1キロというのは法律で定まっているわけではないということも指摘しておきたいと思います。で、この法案はですね、非常に僕は出来が悪いと思います。法律案として出来が悪いというのは何をやろうとしているのかなんですが、法律を読んだ人にわからない。まあ、本当はだからこういうものは、もしもちゃんとした与党審査とか、内閣法制局審査とかいうようなものが機能していれば、安倍政権ができる前はちゃんと機能してたと思うんですけどね。こんな法案は国会に出てこなかったんじゃないかなというふうに思います。公明党もですね、一応事前にちょっと騒いだんですよ。これ問題だってね、戦前を思わせるとか言って、僕たちが非常に、信頼している漆原一応、まあ、弁護士だった方ですけれども、元議員ですけどね、彼が非常に問題だって言って、だけど結局北川さんたちは法案をわずかに修正して個人情報に配慮するとか経済的社会的観点を留意するとかですね、まあなんていうの、ほとんど役に立たない、修正で、方向を定めてしまったということです。で、最初の問題点、この法制定に根拠があるのか、まあ、これはちょっと法律用語で立法事実と言いますけれども、外国人の土地取得によって基地機能が阻害されるような事実、立法事実は存在しないというのは去年の2月25日の衆議院予算委員会での答弁です。まあ、だから現時点ではないっていうふうに、その、まあ、1年経ってますけれども、まあ、そういう考え方なんだろうと思うんですけれども、今年の5月11日にですね、本会議の代表質問が行われたわけですけれども、
そのリスクがあるのかっていうことを立憲の篠原議員が尋ねたらですね、安全保障のリスクを回避するために、答弁は適当でないと。要は答えないんです。立法の義務があるかどうか答えないって言ったんですね。でもまあそうは言ってもですね、一生懸命、その件を質問し続けてくださっているわけですけれども、そうするとですね、最近の答弁、21日になるともリスクが確かなものかどうかをしっかり調査するというのが目的だと。立法事実があるかどうかを確認するためにこの法律を作ったんだと。なんか話がおかしくなってきたんですけども、で26日になるともっと分からなくなって、探していかなければならないという意味も含め、何があるか分からないことについて調査をしっかり進めていかなきゃならないと、こんなふうになってるんですよ。これちょっとなかなかないものすごくひどい説明じゃないかなと思います。で、法案の根本的問題、先ほどから何回も言いましたが、スカ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 ですっていうのは、結局ですね、何を定めたかわからない法律で人を処罰されるっていうのは違憲立法だってことです。日弁連の声明が早く出ないかなと皆さん思ってたと思いますが、6月2日についに声明が出ました。日弁連の中でですね、数多くの弁護士が頑張った結果ですけれども、非常に堅実な意見、恣意的な解釈による広範な指定がされる可能性があるし、思想良心の自由、表現の自由、プライバシー権、そして土地所有者の財産権などを侵害する危険性があるんだと。で、何が犯罪となるのか明確性が欠けていて、財政法定主義に反する、そもそも立法事実の存在について疑問がある。なかなかやっぱり日弁連を作ると ね、すっきりしてていいですね。こういう声明が出ております。で、もう要するに重要施設とか機能を阻害する行為とかって何が何だか分からないわけですね。で、対象になる施設そのものが今のところきちんと原発ってことになってますけれども、それだけに限らないんですよ。情報通信、金融、航空、鉄道、ガス、医療、水道など、途中経過では、水源地を入れろなんてことを立憲民主党提案したりね、なんかいろんな変なこともありました。とにかくどういうことが対象になるかがわからないということ。そしてじゃあ対象とされた人、1キロに住んでる人って言われて、1キロ出入りしてる人ですね、建物借りてる人も入るし、そこに出入りしてる人まで入る。で、その人ってどういう情報を調べるかもわからない。政令に委任されちゃってるんですね。だから、なんて言うんでしょうかね、ほとんどフリーハンドが、その国家権力が与えられている法律なんではないかなというふうに思います。個人情報の保護への十分な配慮、必要最小限度のものしか集めないとかいうのを、書いてあって、それが守られてないときにはですね、問題を指摘することはできるでしょうけれども、具体的に、ここに書いたような、思想心情にまで関わってくるような情報が調べられないということは、はっきり書いてはいないということを指摘しておきたいと思います。また具体的な違法行為にまで至らなくても、機能を阻害する恐れがあるという理由だけでですね、行動を規制できる。事前規制なんですね。事前規制っていうのは共謀罪です。何か悪いことを思いついて口にしたっていうところで取り締まるのが共謀罪だったわけですけれども、それに非常に似た性格を持っていると思います。そして命令に従わなければ懲役2年、ものすごく重い刑罰を課せられるということです。あと何回も言いましたが、所有者や居住者だけではなくて関係者っていうのが出てくるわけですね。そこに出入りしている人とか、そういう人にまで調査を及んで、ここに住んでる人はどういう人ですかとか、とにかく公安警察とか自衛隊の情報保全隊とか、そういう人たちが地域をうろついてですね、いろいろ聞き込みを始めただけで、その地域はおかしくなりますよね。異常な状態になってしまうんじゃないかなと。市民活動が分断されてしまう、でそういう人とはもう関わらないようにしようとか、そういう雰囲気を作ろうとしてるんじゃないかなと思います。で、またですね、法案の11条によると、勧告命令に従うと土地の利用に著しい支障が生じる場合は買取を求めることができる。で、結局命令に従わなければ処罰されるわけですから、買取に応じないということは考えられないわけで、こう簡易土地収容みたいなものなんですよね。土地収容法で、その軍事目的の収容というのは、日本では
のできないことになってます。これは日本国憲法を作った時にですね、収容から軍事目的を除いたわけですね。だけどそれをその今回 の, その土地収容法を変えるんじゃなくて、こういう新しい変な制度を作ってですね、軍事目的で土地を収容できるようにしているということです。また権利制限を受けた市民についてですね、不服申し立ての手続きがない、適切に行われているかどうかの監視するシステムすらない、この情報を集めた組織は内閣府の中に特別の機関を作るというふうに言われてますけれども、まだその中身全然分かりませんが、そういうところを監視する組織もないということです。まあ、これ写真はもう僕が撮ってきた辺野古の系統の写真ですけれども、もうここに何か今塀が築かれたのかな、そんなニュースも出ておりました。これちょっと昨日の夜作ったんですけど、6月4日にですね、宮城明乃さんの自宅が家宅捜索されるという、弾圧事件が起きました。要するに米軍がですね、この森に撒き散らしていった廃棄物というのをですね、きちんと彼女は拾い集めてきて、で、あなたたちはこんなものをその、なんていうの、貴重な森にね、ばらまいてるのよと、ちゃんと見なさいと、でちゃんと片付けなさいっていうことで置いたものなんだけど、これが、威力業務妨害罪の嫌疑をかけられて、彼女の自宅が1時間半もかけて捜索されて、パソコンやビデオカメラなどまで押収されていったと。ということで、元沖縄弁護士会の会長の加藤さんも言ってますけれども、まさにこれはですね、米軍がその土地をその汚染させていることへの抗議なわけですよね。抗議の表現だと思うんです。でそれが威力業務妨害というふうに言っている。米軍自身がこれ自分で拾い集めることができたというふうに言われています。だけど、まあそれをしなかっただけのことなんですよね。まさに基地や原発の監視行動も規制の対象となると僕ら言ってたんですけれども、今回のこの宮城さんに対する捜査報酬などを見ると、まさにそういうことが予定されてるんじゃないかというふうに強く感じます。これまでのですね、国会の審議の中で、単純な座り込み等についてはですね、対象にしないっていうふうに答弁してきてますけれども、政府側はですね、でも、これなんか座り込みすらしてるわけですよね。そういうものに対してまで警察は介入してきてるわけで、この答弁自身が全然信頼性のないものだというふうに思います。そしてこういう膨大な量の個人情報が集められてですね、これは内閣府に、設けられるその、機関、情報機関で、管理するらしいですけれども、自衛隊の情報保全隊がですね、この調査を担うということについてはそういうことはございませんと言ってますが、この安倍さんがしてくださった質問に対するその副大臣の答弁ではですね、法案6条に基づく調査の一部を担うことはございませんというふうになっててですね、なんか別のことをやるのかなというふうに見えるような不思議な答弁になっています。だからこれで安心できるかどうかは僕は疑問があるなというふうに思います。でちょっとですね、デジタル庁に反対しているときに作ったパワポに最後この青いマスを一個付け加えてみたんですけれども、内閣総理大臣と右側に内閣官房があって、そして、内閣の中にデジタル庁だったんです。内閣じゃなくて内閣の中にデジタル庁 で内閣の中にあるもう一つの地域が内閣情報調査室、これが横並びなわけですね。そして今回できるこの重要土地規制法案に基づいて仮にできたときには内閣府にですね、重要土地情報分析機関というのができる。もう怪しすぎるよね。デジタル庁と内庁とこの重要土地情報分析機関、みんな官邸の中にできるわけですよ。それがですね、全部情報融通し合ってやっていくわけで、これはまさしく中央国家情報機関JCIA を目指しているのではないかというのが僕の推測です。で、適用対象はですね、原発にも広がり得るということで、この写真はですね、建設中の青森県の大間原発の敷地内に、土地の買収を拒否してきていた熊谷麻子さんの土地に建てられた麻子ハウス、僕も行ったことありますけれども、大間原発反対運動の拠点なんですよね。でこういうところに土地を持ち続けていること自身が機能を阻害するとか言ってですね、もう売れっていうことを命ずる、
原発についても土地収用は形式的にはできるんですけれども、今まで一度もやられたことはありません。だけども今回はもうこの法案でそれをやってしまおうとしているんじゃないかというふうに疑われるわけです。まあ、この写真も僕自分で撮った写真なんですけど、この沖縄国際大学の屋上に入れてもらってですね、普段の基地を見渡したところなんですけれども、まさにこんなふうにですね、住宅密集地が隣接してるわけですね。基地があってそこに人が住み込んだんじゃなくて、人々が住んでるところの土地を奪ってちょっと真ん中に基地を作ったんです。まさしくですね、その基地の被害者を基地の、 そのいろんな公害の被害者になって、そして訴訟なんかも起こして勝ってるわけですけども、彼らを敵視してるわけですよ。この法律は何か悪いことをやる予備軍だっていうふうに見て、そして監視の対象にしようとしている、まあ、とんでもないことだと思います。で、杉田水脈さんも、まあ、杉田水脈さんは政府の立場で言ったんじゃなくて自民党の議員として質問したわけですけれども、まあ、彼女の言っていることが政府の隠れた意図っていうのをですね、明らかにしている可能性があると思いますが、フェンスに結ばれたリボンやガムテープで止められた音はなく、そして派遣された人々に支給されているお弁当のゴミが風に飛ばされるなどして基地の中に入ったとします。これが阻害行為だったわけですよね。もうまさしくですね、こういう考え方のもとに、自民党は法案を作ってたということは差しなくも否定しているというふうに思います。これは政府答弁ではありません。要するに質問者である杉田さんでも考えですけれども、でもこの政党が推進しているわけです。で、この法案は本当に期待の悪法だというふうに僕は思います。戦前に要塞地帯法というのがあったわけですけれども、軍機保護法、国防保安法等として要塞地帯法、もうこれもですね、戦争直前には随分範囲が拡大されて、これに基づいてその、要塞地帯の中でですね、記念写真をパチッと撮っただけで、そして遠くにですね、基地の円形を写ってたというだけでですね、検挙されている例があるんですよね。で、この法律、その重要土地規制法案というのは仮想敵国というのを想定していると思います。そういう戦争法案の一環だというふうに言えるんじゃないかなと思います。で、最後にですね、皆さんの周りにもですね、そうは言ってもですね、基地の周辺を外国に買い占められたら困るじゃないかと、日本の国の安全はどうなるんだと、そういうふうに絡んでくる人がいると思うんですよね。だけども、もうこの点、これに対してですね、はっきり僕は答えることができると思います。外国資本によって基地周辺の土地の取得を規制するというのはですね、確かに与党もそれを求めてきたわけですけれども、今回の法案の中にはそういうことは含まれてないんですよ。基地周辺の人を監視するだけなんですよ。で、売られそうになったら俺に売れっていうふうに言うことはできるんだけど、外資が取得することそのものを直接規制するような条項を置いてない。で、なぜ外資規制できないのかということの秘密がですね、去年の12月に出ている有識者会議の提言の中に出てますけれども、まさしくですね、政府は自前一なで、外国資本による対内投資はイノベーションを生み出す技術やノウハウをもたらすとともに、地域の雇用機会創出にも寄与する、基本的には我が国経済の持続的な成長に資するもので歓迎すべきだ、だから規制しないって言ってるわけですよ。で、だけど周辺を監視するってわけですよね。もうめちゃくちゃだと思うんです。で、こういうことをやるとですね、ガットのルールにも抵触するって言うんですけれども、これはガットを締結するときにちゃんとこの部分を除外するっていう、外国その基地周辺のですね、外資の取得については別っていうふうにしとけばよかっただけなんです。で、そういうふうにした国もあるんです。これがそうですね、アメリカやオーストラリアはそういうふうにして、現実に、2020年の2月にアメリカではですね、軍事施設の近くの不動産の購入が、続いて大統領は取引停止できると、オーストラリアでもですね、事前の許可制などが必要になると言うんですけど、ちゃんと政府がそういうことをきちっと考えてですね、ガットを締結するときにこういうことができる余地を残しておけば、こんな変な法律を作る必要はなかったんです。今からでも僕は法的な対策はあり得ると思うんですけれども、で、つい最近ですね、千歳基地の周辺でも外資によって土地が取得されてるって言うんですけれども、これもですね、調べてみると
まさしくですね、この地元の苫小牧市がリゾート開発を進めると言ってるところの隣の土地が外資に買われてるんですよ。だから、まさしくさっきの政府が言っている歓迎すべきものだというふうに言われているものの方に入るんであってですね、それをこの法案の説明の時なんだって外資取得されている例もありますとか言って説明しているわけですね。この最後の見舞い自宅も分かりましたでしょうか。基本的には基地周辺の特定の土地について外資の取得を制限するという法律、これを作ったのがアメリカや、オーストラリアの例で、アメリカやフランスなんかではですね、放送局の株式について外資による出資規制なども導入されている。日本でも外資の出資割合というのは、日本の放送局についても最近も大きな問題になってますよね。だから法律制度をちゃんと作ればいいわけです。だけども外資の取得は規制しないで、日本国民も入れたその周辺に住む人、居住する人、そこに出入りする人全員監視対象にするなんていうめちゃくちゃな法律を作るということは絶対に許されないだろうというふうに思います。ということで、ちょうど時間になったようですので、私からの報告はこの程度にさせていただきます。ありがとうございました。海田さん、ありがとうございました。ちょうど20分ということでした。ありがとうございます。それではここでですね、お忙しい中ですが、前回に続いて参加されていますお二人、沖縄選手のお二人の国会に来られていますので、ちょっと一言ずつお話しいただけたらと思います。最初に言われた高田さんの方から、高田哲美参議院議員の方から、沖縄の風のお一人です。よろしくお願いします。ご紹介いただきました参議院議員の高田哲美でございます。沖縄の風という会派で、伊波洋一議員と2人で参議院の方を組んでいますが、今日伊波議員はですね、別件で今同じ時間で対応してますので、よろしくと思いました。昨日私は沖縄から帰りましたけれども、飛行機の上からですね、天気がいいのもありますが、普天間飛行場と嘉手納飛行場がもろそのまんま見えるんですね。綺麗に見えます。写真撮ってきました。これを拡大するとすぐ分かるんだと思いますけどね、実は結構近いんですね、距離が。普天間の嘉手納というのは宝田事務所の方でですね、この法案が出た時に基地周辺1キロどうなるのかということで地図を作ったんです。どうしましょうか。すいません。これはですね、沖縄中部地区ではまだ北部の方にも訓練場とかあるわけですけれども、その主要なんですね、普天間キャンプスケアマーク、いわゆるキャンプポスターですね、それから嘉手納基地で、これは嘉手納の弾薬庫です、これですね、トリステーションで、ここ実は2キロ以内なので重なるんですね、1キロになっちゃうと。これ全部重なるんですよ。で、普天間基地に至ってはもう海が全部全員にですね、海のところもある。しかもここは幹線です。58号線という国道が通って、沖縄の一番、ね、もう中心の地域があるところなんですね。こういうところも全部監視地域になってしまう。ここはもちろん商業の中心ですから、いろんな取引があるわけですね。そういったものがもダメになるということで、これ一つ一つがですね、一つだけで落としましょう。これはですね、嘉手納基地です。嘉手納基地がですね、実は4市町村渡ってまして、で、嘉手納町に至っては今のこの嘉手納基地だけで 83% 近くですね、基地なんです。でこれでなりますと嘉手納町は 100% 監視区域全部なんですね。こんな状況のところが生まれていいのかということですね。それも結果で全部やりましょう。これは、キャンプ付けラーメンというんですけども、先ほど言った真ん中のあたりですね、これも全部こうですね、はい、そしてこれは普天間ですね、はい、これは普天間基地ですけども、こちらの方はまた、先ほどの58号線から出て、はい、ずっと南まで、続いていってるんです。これど真ん中ですから、宜野湾市役所、宜野湾市役所ですね、先ほど、沖縄国際大学からですね。こんな状況ですので、沖縄ターゲットにしてるんじゃないですか。
これはあのキャンプ金山に返還の予定ですけれども、ね、今運行がここで予定されているので、またこれが返還されてもまたかかるという、まあ、そういう状況になります。すいません、はい、で、あの私憲法を、ね、ずっとやってましたけれども、あの法律作るときにですね、やっぱりあの国会で法律を作るということは憲法に違反しないだろうということを推定するんですよ。ところがこれは裁判所が判断をするときにはなるべく憲法問題に持っていかないんですね。下からチェックをしていくわけです。ところがこれは現実の問題としては、法律が憲法に違反しないかどうかというのは最初にですね、最初に見ないといけないんですよ。この法律はですね、憲法構造そのものに違反してる、まあ、先ほどありましたけれども、国民を監視するということは主権者を監視するんですよ。全く逆ですよね。ということと、それ基本的人権、これももう柱ですね、先ほども加藤先生がありましたけれども、もう本当に多くのですね、人権が侵害されている、プライバシーもそうですが、憲法で言うとも11、12、13、14、15、19、21、23とかですね、25、まあ、こういったところも全部入ると思います。適正手続きも入ると思いますね。まあ、そういったことが入っているということですね。で、最後にまあ私ちょっと申し上げたいのはですね、こういう法案が通ってしまうと、周りからどう見えてるのかなということなんですよね。要するに政府の力だけで勝手にね、もちろんこれ多くの国民が、あれなんでこんな法律が出てくるのと思ったと思うんですね。これは普通はいろんな、まあ、先ほどもありましたけど立法実の問題もあって、沖縄では外国人が変わってるところないんですよ、周りに。でそのくせその道の駅とかですね、いろんなこの観光施設が1キロ以内にあって、今海外から来た、ね、外国人の方々そこで観光してずっと中身行ってるわけです。そういう状況もあって、この法律が一体何を目的としているのかわからないということがありました。そういう法律を作るということはですね、中国やあるいは他の国々ですねから見たら、何をしてると必ず商業的なもの、経済的なものとは考えないんですよね。基地の周辺とか原発とかそういうわけですから。そうするとこれは何かの準備をしてるんだな、これが政府の行為によって行われようとしてるんだな、まあ、憲法の前後になるように政府の行為によって再び戦争の参加が起こらないんですね。国民が政府を監視するということですから、そこをしっかりもう皆さんですね、こちらに集まってこうたくさんの方が関心を持ってこられて、こう集会を緊急に開いているということはとても重要なことだと私は思います。共にですね、この法案、参議院案までと頑張りますので、共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。引き続いて中峰先生、衆議院議員の予算委です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。日本共産党の赤嶺政権です。私も高田先生とご一緒の沖縄の、私は1区の方から国会に来ております。衆議院では内閣委員会が12時間の審議で強行採決されました。本当にたった最初私は30分、30分、15分でしたから75分でですね、で立法事実がずさんだという話は委員会の審議の中でも大変な沈問答がたくさんありました。国民は外資が土地を買い漁っていて不安に思っていると、その良い例が対馬であり、そして千歳であるというんですね。そして各地から意見書もたくさん上がって来てる。で調べてみたんですよね。でたくさん上がってる意見書というのは一体いくつだっつったら16件だっていうんですよね。地方自治体は1800ありますから。でしかもその意見書の中身も先ほどありましたように、ほとんどはリゾートに対する外資の進出の不安であって、例えば千歳で言えば、その今のですねカジノの資本が狙っているというような状況なんですね。これ全然安全保障に対する不安って出てないじゃないかっ
ち言いますとですね、で対馬も千歳も意見書上がってないでしょって言ったんですよね。そしたら大臣はですね、いやまあ認めたんです。対馬も千歳も議会では意見書上がってないと。しかし対馬の議会で議論があって、どのぐらい議論があったかは分かりませんが、多分 1,2 の議員がですね、何か意見を出して、その結果熊本県と福岡県の県議会で意見書が上がりましたって、こう大真面目に言うんですね。じゃあなんで地元の長崎県では上がらないんだと。結局ですね、安全保障という口実で国民を監視する法律を作りたいがために、理屈はどうでもいいと、とにかく作るんだというような姿勢がありありと見えました。で、基地の阻害行為ということで、私が空港の問題を取り上げたんです。航空法で、全部規制できるじゃないかって言って、言ったらですね、大臣は電波法で電波妨害はって言って、私は航空法を聞いてるんですよ。でこう、なんであんた航空法を答えないんだって言ったら、もうそれでも白を切っているわけですね。まあ、大変な沈問答が、たくさんあった中で、政府は全く説明できないということがはっきりいたしました。今日も参議院の内閣委員会、今日から始まっておりますが、ただ、こんな沈問答とか先ほどのガットの問題とかってこうありましたけれども、結果として基地の周辺に住んでいる被害者である私たちを加害者である権力者が監視をすることになるわけですね。で彼らが権力を持って、私たち被害者を監視するようになったらどうなるかと、必ず国民の中に分断を持ち込みですね、そして思想差別を持ち込むという、昔沖縄が米軍の直接統治下にあった時に、あの時は土地の利用ではなくて基地の中の黙認工作地の工作をするときに農耕カードというのを米軍が渡すんです。1年1回の更新ですが、それが反米的な言動だとか反米的な勢力にシンパシーを持っている人だとか、そういう人には農耕カードを渡さないんですね。もう生活の糧を失ってしまう、そういう時代がありました。でむしろ積極的に米軍に情報を提供してですね、米軍から手厚く扱ってもらうという売買勢力も出てまいりました。今度は土地の利用であります。土地の利用口実にやっぱり加害者が被害者を取り締まるような、こんな法律は絶対に廃案にしなければいけないなと、参議院でも全力で頑張っております。期間もだんだん迫ってまいりました。世論がもっと大きな声に広がればですね、必ず廃案に追い込めるということで、皆さんと一緒に全力で頑張りたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。どうもお二人ありがとうございました。力を合わせて早まで頑張っていきたいと思います。それでは各地でお待たせしたいと思います。今日リモートで、北は北海道から沖縄まで4人の方に発言をしていただきます。お一人で7分ぐらいをめどにということでお願いしています。まずはじめに、今沖縄の発言ありましたが、宜野湾市の元緑ヶ丘保育園の保護者で、現在は市立第二小学校の保護者です。皆さんご存知だと思いますが、緑ヶ丘保育園というのは米軍機 の部品が落下して、今でも根本的な改善がされていない、もうだいぶ経ちましたけれども、そういう状態に置かれているということで、その本当に現場の視点から今日はお時間を取っていただいて発言をしていただきます。与那城千恵美さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。こんにちは。聞こえますか？
はい、改めましてこんにちは。沖縄県宜野湾市の宜野湾市在住の与那城智恵美と申します。よろしくお願いします。私は先ほどから話に上がってます通り、普天間基地のそばで子育てをしている一母親として、重要土地調査規制法案の対案を強く求めます。2017年12月、娘の通っていた保育園に米軍ヘリからの部品落下事故がありました。そのわずか6日後に現在娘の通っている小学校へ米軍ヘリからの窓枠の落下事故がありました。皆さんのお住まいの地域で1週間の間に2度子どもたちの命が危険にさらされるということが考えられますか？また普天間基地周辺では2004年にも沖縄国際大学へヘリの墜落事故がありました。その事故を受けて日米合意の飛行ルートができました。落下事故のあった保育園も小学校もその飛行ルートではありません。そのため飛行ルートを守り学校の上を飛ばないでほしいと私たちは要望しています。これまで県内の行政機関をはじめ政府へ直接訴えるため沖縄から上京し、政府要請をこれまで3回行ってきました。事故から3年目を迎えた昨年12月には新型コロナの影響で上京ができなかったため、県内の国の機関である沖縄防衛局及び外務省沖縄事務所へ要請をいたしました。事故当時から何度も行ってきた要請での政府の回答は米軍へ伝えますとの繰り返しと、保育園上空を飛ぶ米軍機の飛行映像を見せても、風向きなどによって飛行ごとに差異が生じるなど、子どもたちを守るどころか米軍を擁護する言葉ばかりでした。全く声が届きません。現在普天間の状況は、事故のあった2017年に比べ外来機の飛来が10倍に増えるという異常な状況です。保育園の子どもたちは米軍機が低空飛行する日は天気のいい日でも大好きなお庭遊びをやめて室内遊びをすることにしています。戦闘機が飛行するとあまりの轟音に泣き叫ぶ子、先生に泣きつく子、そして小さくて自分の耳を抑えられない子の耳を年長さんが塞いであげるなど、子どもたちの負担がかなり増しています。また現在娘の通っている窓枠落下のあった小学校では、米軍機が来たら避難する避難シェルターがあります。機械避能力を高めるために見て聞いて止まって怖いと思ったら逃げましょうということを伝えています。こういった戦時中のような状況が果たして他の県で見られますか？この法案では安全保障上重要な施設周辺約1キロが中止区域とされています。市のど真ん中に普天間基地がある宜野湾市の場合、先ほど高良先生からもお話がありました通り、ほとんどが中止区域となる可能性が高いです。その上、概念や規定が曖昧で、さまざまなことが政令や総理大臣の権限で決められるような内容のため、宜野湾市民だけではなくて、
これだけ多くの基地を抱えている沖縄県にとっては、県民誰もが調査対象となってもおかしくないと私は思います。家事子育てをしながら子どもたちとの大切な時間を削り声を上げ続けることは、はっきり言ってかなりしんどいです。でも子どもたちの命が脅かされているから、その命を守るために声を上げ続けるしかありません。それなのにこの法案は、子どもたちの命を守りたいとの母親の当たり前の声でさえ、ただ安心安全に学校へ通わせたいとのささやかな声でさえ潰しかねない法案だと思います。子どもたちの未来が、嫌なことは嫌、ダメなことはダメという自分の思ったことが言えない世の中であっては絶対にいけません。こういう法案を作る前に、まずは飛行ルートを守って日本の未来を担う子どもたちが安心安全に学び遊べる環境づくりが最優先されるべきだと私は思います。私は母親の立場から重要土地調査規制法案の廃案を強く望みます。以上です。ありがとうございます。吉田さん、ありがとうございました。本当に未だに、現実が変わっていないどころか、本当にもっとひどくなっているという状況、もうとんでもないと思います。こんな法案でさらに抑えつけようということだと思います。ありがとうございました。それでは衆議院の内閣委員として、頑張って、質疑など頑張ってもらいました安倍智子議員が来られていますので、一言お願いいたします。はい、ありがとうございます。改めましてご紹介いただきました衆議院議員の安倍智子です。この法案が、国会に姿を現して以来ですね、ずっと海渡先生はじめ皆さんのもう外からの応援、本当にありがたかったです。実は、私の所属する立憲民主党はこの法案については正直是々非々のような党内論議もありましたし、修正をしてもしかして賛成をしちゃうかなってみんなを心配させていたのではないかなと正直なところ思います。と申しますのも、韓国の方が土地を所有して、それで例えば基地の機能などを阻害したらどうしようと、もうこれなんだか風が吹けば桶屋が儲かる以上に、なんか本当のところの何のリアリティもない。でこれまでの調査でも外国の方が所有して機能に障害が起きたことがないっていう調査があるのに、なぜか作ろうとする法案でした。でもやはりある種の世論に、ある種です、押されて、外国の人がそういうことをしたらどうしようとか、これ別に外国だって国内だって変わらないし、それからまず私はこれで一番取り上げたのは原発施設ですが、迷惑施設ですよね、申し訳ないけど。基地だって実は今の多分緑の丘幼稚園のお母さんかな、迷惑ですよね、上から落下物。私も神奈川ですから基地って迷惑装置だと思います。何かこちらが双眼鏡で覗いてウォッチしてるのが悪いかのような、そうではなくて存在そのものが市民の生活を脅かしているのにもかかわらずですよ、調査して取り締まって売りなさいとか取り上げますよとか、どうなってんだと思う、本末転倒でした。で、私に与えられた質問時間2回ありましたので、特に取り上げたのは情報保全隊、これ沖縄の皆さんならよくお分かりだと思いますが、防衛省にある情報を保全するという名の部隊で、でも実はイラク戦争の時には諜報活動をしていました。皆さんもウォッチして写真撮って本名は何だとか、
またそれをやるんじゃないでしょうねと、これは釘を刺しとかなきゃいけないと思いましたので、まあ力関係で成立することはありうるとは思いますが、でもここのピン止めは絶対しておこうと思ったのが情報保全帯問題で、もう一つは原発施設です。どこの国にもこんな法案はありません。原発施設の近くで誰かがその原発施設にテロを仕掛ける、今何が問題でしょう。原子力施設そのもののテロ対策あまりにもずさんで、他の人の ID 使って入ってるのが実情じゃない。もう全くね、どこ向いて何しようとしてるのかわからない。名付けて私はこの法案は住民調査取締法案土地調査規制法じゃなくて住民を調査して取り締まる法案なんじゃないかと思いましたので、まあいろんなあの党内のお仕返しもあった中で、まあとりあえず私どもは、何せ相手が資料何も出してこないからね、もう出せ出せ出せで攻めて、ね、もう採決にも反対したということで、まあ、立憲民主党反対となりました。皆さんの本当にいろんな声、ファックスももうねこんなにこんなに来ました、こんなに来たの初めてっていうくらいたくさん来ました。あと自治体議員の皆さんも各地でいろんな声を上げてくれました。暮らしを守る、子どもたちを守る、命を守る、平和を守る、全部一筋の流れとなると思いますので、また今回、まあ、私たちも及ばぬところ多々ありますが、どうか皆さんの監視で間違った方向に行かないようにどうか強くご指導いただきまして、私も頑張りますのでよろしくお願いします。遅れてすみません。安倍さんありがとうございました。本当にあの政野秘書ともどもですね連携して、まあ、立憲民主党ここまでなんとか持ってこさせたというところはですね、本当に苦労したんですけれども、まあ共に、戦っていただきました。これからも力を合わせていきたいと思います。ありがとうございました。それではプログラムに戻りたいと思います。お待たせしました。続いて、米軍基地建設を憂う宇川有志の会の会員で、現在京丹後市の市議会議員もされています。これ具体的にどこかって分かる方はそんなにないかもしれませんけれども、京都府の京丹後市、もう日本海側の本当に綺麗なところなんです。私も一度行ったことがあるんですが、そこに関西唯一の米軍基地である X バンドレーダーの基地、これミサイル防衛などで非常に重要な基地なんですが、非常に電磁波の被害なども与えている、まあ、ご本人から詳しくお話あるかと思いますが、ずっとその問題に取り組んでおられて、現在は議員としても活動されています。永井智明さんの方からご発言いただきます。永井さんよろしくお願いします。はい、はい、皆さん、こんにちは。遠いところからですけれども、現地からということで参加をさせていただきます。米軍基地建設を憂う宇川有志の会の永井と言います。いろんなことから昨年4月から京丹後市議会の議員にもなって、一般質問などで基地のことも扱うようになってまいりました。この土地規制法案ですけれども、まあ、いろんな細かい表現はありますが、この法案が一体どんなものかということが、現地によってどういうことになるんだろうかということを今いろんなことを勉強しながら、そして今日もいろいろ聞かせていただいて、全く僕が思う通りだなというふうに思っています。パワーポイント1枚出してください。はい、先ほどどこだろうというふうな話もあったんですが、これ、要するに近畿地方の一番北のが、京都府の最北端に多摩半島というのがありますが、その一番北の端が京ヶ岬というんですけれども、もう一枚お願いします。この京ヶ岬、一番先が京ヶ岬ですけれども、この京ヶ岬のから西側へ3キロほど行ったところに、アメリカ軍の米軍基地が2014年に、まあ、5月から建設をされ、12月の終わりにはそこに X バンドレーダーというレーダーが、まあ、
運び込まれるという形で、関西唯一の、近畿唯一の、米軍基地が作られました。もう一枚お願いします。実際に、見ていただくと、こんなような非常に美しい景観です。ここは丹後半島の先っちょはこうなんですけれども、私が実際に住んでいる地域にあたりますけれども、この地域は、山陰海岸ジオパークの一番東の端のポイントになっていますし、それから、この国定公園ですね、丹後半島天橋立大山国定公園の一角でもあります。また京都府はこの場所、この写真に写っているこの突き出た場所ですが、ここを通称地元の者が穴文書と呼んでいますけども、この穴文書という名称でベッドデータブックに登録をして、大切に守っていかなければならない場所というふうに指定をしている場所です。もう一枚お願いします。これは Google で見た上空からの写真ですが、これは少し前、2018年の5月のものですけれども、この手前が下の方に通っている道が国道で、178号線です。それに沿って左側の私鉄、グラウンドのようなものが見えて、緑色の屋根が見えますが、これは航空自衛隊の基地です。そして右側の、まだ建物がね、2期工事が進んでない時期ですけども、これがいわゆる米軍の基地になります。で、真ん中の緑の部分が、ここがお寺なんです。先ほど言いました、文殊さんと私たちが呼んでいるお寺ですけれども、で、両方の軍事基地に、もう360度のうち358度、言われば、ぐるりと周囲を包囲されてしまっている、そういうお寺になるんですが、私はこの米軍基地の問題が起きてから、このお寺に毎日行って、ここがどのように変わってくるかという、来たかということを観察し、写真などに撮って全国に、発信をしてきた、そういう人間です。そういうことをするのが私たちの、武力会という会なんですけれども、そんな中で、今度のですね、法案がどんな意味を持つのかということですけれども、もう一枚お願いします。はい、これが正面から見た米軍基地の全体です。先ほど真ん中がお寺だと言ってたのが左側の松林になります。で、奥の方、松林の端っこの奥の方に見える緑色の建物の裏側にレーダーが置かれています。手前の大きな建物は、つい先日完成したばかりの米軍の宿舎、大社に当たることになるんですけれども、次の絵をお願いします。こういうお寺です。このお寺の後ろ側に金網が見えたり、左側の方には金網が見えますし、右側の方には、松の木の向こう側に緑色の建物がありますが、それがもう米軍の施設ということになります。もう一枚お願いします。で、これがその本堂のすぐ裏に回ったところから見えるレーダーサイト。レーダーそのものはこのサイトの裏側に立っているんですけども、そんなようなことになってまして、ここへ毎日私は見に行くと。お参りをして、お祈りをして、それから見に行くという生活を続けています。もう一つお願いします。これはですね、先ほどの Google の地図にも出てたんですが、通称私たちが平和菜園と名付けている土地ですが、米軍に提供することを、土地を提供することを拒否された方の田んぼの跡を私たちの会で、借りてですね、農地としてということですが、管理をしているところです。米軍基地にこう突き刺さった形になってまして、3面が、米軍の基地と隣接しているという、こういうところです。ここへも毎日行って、何かいろんなことが起きてないかということを確認をしている。そういう活動を私はしているわけですけども、そんな中で、今回の、この法案というものを見てるとですね、私がやっていることが、もう彼らが何としてでも、何というか調べたいというか止めたいというか、そういうようなことに、こじつけで、されてしまうのではないかというような思いが、非常に強くするわけです。それでいろいろと細かい法律上のこととかさまざまなことは、先ほども言われましたけれども、現地からの思いとしては、最後お願いします。まとめてみます。
この米軍基地は私たちが作ってくれなどと言ったものではありません。一方的に、国の方で決めて、そしていろいろと配慮しますよという話はあったんですけれども、ここに、住民の意思を最終的に問われることもなく、議会の意思を問われることもなく作られた、そういう基地です。そしてこの土地は守らねばならない土地である。それを完全に破壊をして、さらに信仰の拠り所である七本寺という場所、ここを汚して、さらにはさまざまなことで、住民生活に脅威を与える、そういう存在として今あるわけですけれども、先ほど赤嶺さんが加害者か被害者を調べるのかというお言葉がありましたが、まさにそれで、我々の方はなかったものが来て、無理やり来て困っている、いろんなことが困っている、そういうこと、そのものに対して何の権限があって土地の制限を加えたり住民の行動を侵害しようということになる、何が阻害行為かというのは先ほども言われましたが、全て政府に悪信任をされているということでありまして、先ほどのお寺に行って、拝んでですね、写真を撮ったらそれが阻害行為だ、簡単に彼らはそういうことを言えてしまうという、そのような法律、とんでもない、基本的人権の制限を政府が恣意的に決めるというようなことは、もう明らかに憲法違反であろうというふうに私は思っています。この法案を認めることはできない。そして私たち、基地周辺の住民にですね、さまざまなこの法案に基づく危害のようなことがあってはならない、そのように考えております。ぜひとも皆さんと一緒に参議院で廃案にしていただきたい、そのような思いで報告を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。長井さん、ありがとうございました。はい、どうも。実際にですね、このレーダー基地によって、例えばドクターヘリが飛ぶのが飛行制限区域ができているわけですね、海。はい、そうですね。それでドクターヘリがしばらく飛べなかったりとかですね、あるいはレーダーによる電磁波の被害などもあってですね、非常に本当に地域を壊し、人々に被害を与えているわけですね。それが逆に住民をそれこそ監視していくということで、本当にグロテスクな状況になっていくということだと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではここで、国会議員の方、近藤昭一議員の方が、安倍さん、さっき終わりましたので、近藤さん、お願いできますか。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました立憲民主党の衆議院議員の近藤昭一でございます。今も現地からのお話がありました。またこの間もですね、このとんでもない法律を何としても廃案にということで、連日集会が開かれて、私も何回かお邪魔させていただいたところであります。そういう中でこの問題点は、本当に明らかになっているわけであります。この間はですね、本当に中央集権的というか、国家主権ですかね、とにかく国家の主権を強くする、こういう法律ばっかり出てきた。ご承知の通り、安保法制、違憲の法案も通したこの政権、今の政権であります。そういう中で今回の法律が出てきたわけであります。私は沖縄と米軍基地問題議員懇談会という超党派、残念ながらというか野党だけでありますが、この議連の会長もさせていただいております。最近もご承知の通り、沖縄では高江でですね、米軍の廃棄物に対して抗議の行動した方の家宅捜索まで行われて、この法律を作る前からそういうことが行われていて、今もお話がありました、この法律ができたら、この法律が成立させられたらですね、もっとひどいことになる、こういう状況であります。何としてもですね、あと限られた時間になりましたから、皆さんと連携をして、また私も立憲民主党に所属をしておりますが、今参議院で審議が始まったところでありますが、何としてもこの法案を止めてですね、早に追い込みたい、皆さんと頑張りたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。とにかく廃案を勝ち取るために一緒に頑張っていきましょう。太蔵さん、中津さん、ありがとうございました。それではプログラムの方に戻ります。あとお二人です。今度は首都圏です。全国基地爆音訴訟原告団の連絡会議の代表と、第5次厚木基地爆音訴訟団の副団長もされています、
地域では相模原市議会議員として長年活動されてきました金子時雄さんの方から、実態も踏まえたご発言いただきたいと思います。金子さん、よろしくお願いします。はい、今ご紹介いただきました相模原の市会議員の金子です。で今の話、皆さんの話を聞きながらですね、私はいくつかお話をさせていただきたいんですが、一つは資料を送ってあるんで出せるんでしょうかね。神奈川は今米軍基地がたくさん集中しておりまして、通常沖縄に次ぐ第二の基地県と言っておりますが、神奈川にはですね、今12カ所の米軍基地があるんですが、もう一枚の県境っていうのがあります。これ今見ていただいているのは神奈川のですね、私が住んでいる相模原にある米軍基地なんですが、この基地もですね、見てもらえれば分かると思いますが、周りはですね、全部住宅です。基地だけ1キロかける2キロのエリアが米軍基地なんですが、周りは全部住宅地です。私たち相模補給省監視団という団体がありますが、この補給省をですね、ずっと毎日のようにですね、監視団のメンバーが見ておりまして、ここに出ているようにですね、基地の中にどういう建物があって、どんな工事が行われているとか、そういうものをみんなこう調査しているんですが、最近もですね、6月1日からアメリカ本国から460名の米陸軍部隊が補給省に来て、そしてそこで2週間滞留する、コロナの滞留です、対策ですねをするというのは報道があってですね、今その状況なんかも調べています。そういう活動が他でもですねたくさんあって、神奈川には今12の米軍基地がありますが、それをですね、横須賀海軍司令部、それから横浜ノースドック、キャンプ座間、神奈川補給省、秋根基地、こういう重要な施設があるんですが、それらをずっと多くの仲間がですね、それぞれの基地を監視したり、調査をしているという状況があります。でこれが今度の法案によってですね、調査は非常にしづらくなるというか、させない、あるいは自主規制をする。今ニューピースというですね、ホームページで、神奈川県内あるいは全国の米軍基地の状況を報告をしていますが、ホームページに毎週のように情報を提供しているんですが、これらのこの調査がですね、全部合法的な調査をしているんですが、ビルの上から横浜ノートックの船の動きを見たりですね、秋根基地も飛行実態を写真を撮って調査をしたりということをやっていますが、非常にそういうものに規制がかかってくる。横須賀基地も今かなりのところが外からマンションの上とかですね、公園から見えるんですが、そういうところでのこういう基地の調査、動きを、実態を把握するというのが非常に難しくなるんではないかなという懸念を持っています。これが米軍の実態が見えなくなる。このことが非常に問題なわけですね。でもう一つは、今日私の肩書きにもですね、全国基地爆音訴訟団、全国団なんですが、それの代表をしていますが、全国で今、沖縄の普天間、嘉手納、宮崎県のニューサバル、それから岩国、小松、そして厚木基地、横田基地というようなところでですね、裁判をしていますが、これ騒音被害、米軍基地の騒音被害の裁判をしているんですが、その騒音被害をですね、裁判所で、議論をするときに、我々原告側がこういう騒音被害を受けているということをですね、原告側が立証しなきゃいけないんですね。で、
騒音を加害者である米軍あるいは自衛隊がですね、騒音を出し続けているけど、それを被害者が立証しなきゃいけない。で、国側がやっている騒音の調査のデータっていうのもですね、自分たちの都合で基地は70デシベル以上の騒音なんだ、騒音を調査するんだ。だけど現実に69デシベルという音が出てもですね、これは我々が調査すれば提出できるけど、国側はそういうものはもう言えないわけですね。こういうその騒音被害を受けている住民が加害者の加害の内容を立証しなきゃいけない、その調査をするのに、この今回のですね、法案はですね、全くそれをできなくする、そういう問題が出てくると思っています。そのことが非常に問題だろうというふうに思います。先ほど赤嶺先生とかですね、お話がありましたけども、被害者の立場をですね、全く否定をして、加害者が自分たちの都合のいい情報だけを出すけども、被害者の情報を調査できなくするという問題が非常に大きいのではないかなと思います。で、最近でも相模原にある在日米陸軍司令部にキャンプダマというですね、米軍基地がありますが、ここにゴルフ場があるんですね。で、ゴルフ場でゴルフプレーをする人がですね、まあうまいんでしょうね、非常にネットを飛び越えるとかですね、ゴルフをプレーをして、外もですね、我々の住民、市民の住民の自宅の屋根に落ちたりですね、庭に落ちたりという、基地の中からゴルフボールが飛び出してくるわけですね。で、それもその米軍側はなかなか認めない、もっと認めないのは防衛省なんですね。防衛省が認めないから、米軍それを損害を受けてもですね、対策が講じられないということが起きています。で、このことも多分基地の周りでですね、いろいろ見ている人たちがいますが、そういうものを全部規制をしていくということが起きている。それからもう一つは最後になりますが、こういう法案を作ってですね、基地を監視したりする住民のなんか自主規制をさせようとするけど、もっとひどい自主規制が起きるのが自治体だと思うんですね。自治体がその基地の周り、基地の状況を調査しない、明らかにしない、こういうことがこの法律が通ってしまえばですね、出てくるんではないかなと。かつて横浜の北区って今重要な基地がありますが、ここはですね、横浜市のランドマークタワーの69階にあったビデオカメラでですね、誰でも見れたんですね、基地の動きが見れた。ところが我々が PCB の輸送の問題で大きく取り上げた時にですね、その後そのカメラが、まあ、今市民からは見れなくなっている、こういう状況があるんですが、そういうようなことがいっぱい起きてくるんではないかということでですね、この法案絶対にですね、私たちは成立させてはならない、全国の基地反基地反対の運動、平和運動になっている仲間が連携して廃案を追い込みたいというふうに思っています。以上です。金子さん、ありがとうございました。引き続き一緒に頑張っていきたいと思います。本当に首都圏神奈川にもたくさん基地があります。横須賀も含めて、多くの人たちに影響していくというふうに思っています。それではここでですね、沖縄選出の立憲民主党の矢田智弘議員来られてますので、一言お願いします。お願いします。衆議院議員立憲民主党の矢田智弘でございます。よろしくお願いします。今沖縄でひどいことが進行中でございます。宮城明野さんという蝶々 の研究家で、やんばるの森北部の方ですけども、
アメリカ軍の訓練場でありました。それが2016年だったでしょうかね、返還されて。でもう自由に誰でも入れるんです。で本来であれば政府は返還する前にアメリカ軍が置き去りにしたゴミを全て回収してきれいな森にして返すというのが前提でしたけども、たくさん空砲とか実弾とかたくさんのそのアメリカ軍の遺棄物が残ってるんですね。でそれを彼女は見つけるたびに警察に通報したり、あるいは持って帰れるもの、その空砲とか実弾とか、それはもう触ったら銃刀法違反になりますので、そんなのは警察に通報すると。で持って帰れるものを持って帰って、でアメリカ軍のその訓練、その北部訓練場のゲートの方にこう持ってって返すということで、こう置いていったらしいです。それが威力業務妨害、労働法違反等々の容疑で家宅捜索をですね、先週の金曜日に受けまして、で今日も2時からもう多分始まってますね、警察署で事情聴取を3日連続受けているというような状況があります。この法律があってもなくてもやるときはやるんですよ。でこれ彼女が一人で持っていけるぐらいのゴミですよ。それを置いてったからということで、どんな威力業務妨害に当たるんでしょうか。何でもやっちゃいます。それに輪をかけて為政者に、あるいは統治したいと思っている人たちに権力を与えるのがこの法律だと思います。憲法違反です。絶対阻止していきたいと思います。頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと強がりまして失礼します。はい、ありがとうございます。一緒に頑張っていきましょう。それでは、大変お待たせしていますけれども、一番北の北海道の方から札幌で、弁護士をされています北海道弁護士会連合会憲法委員会の事務局長、そして自衛官の人権弁護団北海道の代表でもあります、佐藤博文弁護士の方からご発言よろしくお願いします。皆さんはじめまして、北海道 の弁護士の佐藤博文といいます。私の方からはこの法案の問題をですね、北海道での取り組みの実例からですね、あと私がそれらを通じて、考えていることを少しお話ししたいと思います。レジュメを用意しましたので画面で共有させていただきたいと思います。はい、監視対象の問題で北海道の自衛隊っていうのはどういうものなのかというところからお話をしたいと思います。北海道の自衛隊基地の多くというのは現在では安保条約第6条に基づく地位協定第2条4項 B 項による米軍との協用になっております。でこの下の方、すいません、画面の下の方の表を出してください。この表1の通りですね、18施設、面積にして34,348 平方キロに及んでおりまして、面積では全国の 33.5% を占めております。つまり米軍の基地、それから自衛隊の基地を米軍が徴用する、この合わせてですね、合わせた面積の実は 33.5% は北海道にあります。で沖縄にも33施設 あるんですが、面積でいうと全国の 22.5% に当たります。もちろん沖縄はご承知の通り A 項に基づく米軍専用基地が大半を占めているわけですが、今や米軍と自衛隊の一体化が進んでいて、その区別をしないで日本における軍事基地の存在がどうなっているのかといえば北海道が最も多いわけです。ちなみにアメリカ、沖縄と北海道を合わせると 56% になるわけで、いかに突出しているかということがお分かりかと思います。で、ちょっとその上の赤い字を出してほしいんですが、で率直に私どもが今回の法案について思うものは、
これはね、安全保障上の云々ということで、多くの方々は自衛隊基地だとか、そういうことを念頭に置くと思うんですけども、私は米軍のためという要素が多く、実はこれが隠れた立法事実、本当の立法事実といいますか、この法案を我々の見えないところでマグマのように突き動かしているのはここではないのかという印象を持っています。はい、レジュメの2ページ目をお願いします。地図ですが、まあ、これは日米のといいますか、大日米軍が共用している自衛隊基地と共用しているという基地の、まあ、全国の、まあ、一覧表です。その下をに移ってください。でこれが今回の法案との関係でどういうものなのかという、そのリアリティというか、その点について、帯広駐屯地というのがあるんですが、そのお話をしたいと思います。昨年の1月からですね、米海兵隊のオスプレイが参加する日米共同訓練、これは普天間のですね、負担、軽減ということから、まあ、全国に訓練を移転したわけですけども、まあ、その対象のになるわけです。で北海道で実施すると発表されて、これはここにありますように北海道演習場、これは千歳市などです。皆さん北海道に行った時、千歳空港から札幌に来る間に随分広い土地があってですね、さすが北海道と思われると思うんですが、あれはこの北海道演習場のことで、かつて恵庭裁判が行われたところです。それから八臼別演習場、こういうところを中心にですね、オスプレイの補給拠点というものを帯広駐屯地内にある十勝飛行場にするという報道がされました。次の方に進んでください。でそこでですね、実は私ども弁護士会でですね、調査をしました。でその調査の結果、まあ、結論だけ申しますと、オスプレイ参加の日米共同訓練に反対するという北海道弁護士会の総意としての、まあ、意見表明を行っております。で、まあ、要するにこの下の新聞記事をちょっと書きましたが、これはまあこの時の報道ではなくて、もう一つ前の時に、前年の報道になるんですけれども、このちょっと皆さん読みにくいと思うので読みますけども、1段目のところですけども、今夏以降に道内で行われる日米共同訓練で、防衛省などは参加する米軍の輸送機オスプレイの補給拠点として、陸上自衛隊、帯広駐屯地の十勝飛行場の活用を検討していることは分かった云々と。実は北海道では3回やろうとしているんですが、したんですが、1回目は北海道に補給拠点は、オスプレイの補給拠点を作ることができず、三沢止まりだったんです。2回目は、胆振東部大地震で中止になりました。で、3回目が、この昨年行われたやつですけども、結局、十勝飛行場は使えなくてですね、千歳飛行場に、千歳空港ですね、これも、これで問題でして、あんな大きな民間空港にオスプレイが降りたというのは初めてなんですけれども、ちょっと寄っただけで補給基地としては使えなかった、こういう経緯があるんです。しかし、今後の日米 その米軍と自衛隊の一体化ということを考えていったときに、これは不可欠な、問題だというふうに思います。で特に十勝飛行場は、アパッチというですね、攻撃型ヘリコプターのその全国の随一の基地なわけです。そこと連携していくということは戦略上極めて重要な問題なんだというふうに思います。次お願いします。でこの帯広の駐屯地についてはですね、立派な住民との間の協定書があります。札幌防衛施設局長と陸上自衛隊の北部方面総監と帯広市長が環境保全に関する協定書というのがあって、これは今でも有効です。で1項で、騒音対策などの生活環境の保全を約束し、2項で市民の安全について十分留意するということを定め、最後4項目は必要が生じた時にはその都度協議するというふうにもなっているわけです。オスプレイ米軍が来た時に果たしてこの協定書が地位協定との関係で
適用になるのか有効なのかどうかという問題はもちろん起こります。まあ、ちょっとそこの議論を今日はすることができませんが、結局そういう問題が生じると。で、次お願いします。で、この帯広飛行場と、十勝飛行場って言うんですけど、この真ん中のピンク色のところの飛行場です。小さなもので、普天間飛行場に比べ、普天間3000メートルぐらいの滑走路ですけど、これは2000メートルぐらいしかありませんし、細い一本の滑走路があるだけです。ただこの黄色いところ、これみんな学校保育園です。右下の方には帯広畜産大学があるなどですね、随一の文教地区です。ですから教員や公務員やそういった方々がたくさん住んでいるところです。で、その下を見てください。下の図面で、これはその先ほどの帯広市と北部方面隊、防衛施設局で3社で合意した環境保全協定の中で、飛行機ですね、ヘリコプターが主ですけれども、輸送機ももちろんあります。これらについて、飛行高度だとかですね、そういうものについて、協定をした内容であります。これを上の図面、これちょうど一緒に見れませんが、先ほどのカラーの図面と比較してみれば分かりますように、全部がこの協定の中といいますかね、重なるんですね。そうするとこういう十勝飛行場に、攻撃ヘリなどと一緒に、そのオスプレイがね、米軍が来て、そして訓練をする、またいろいろね出撃するというふうになった時に、私はやっぱり沖縄の例ではありませんけれども、米軍にしてみれば、アメリカにしてみれば、日本の自衛隊っていうのはこういう住民の反対運動だとか、あるいはそれを阻害するような情報収集とかをね、きちっとやってるのかどうか、こういうことが当然問題にされているだろうと思う。そういうのがちゃんとされないと、日米同盟強化だとか、と言ってもですね、とても米軍は安心して、国内の自衛隊基地共用とはいえ、そこに行くことはできない。想像するにですね、そういう問題になっているのではないかというふうに思うわけです。はい、次お願いします。で、あとも重要な観点としてですね、今回のこの調査とか情報収集というのはね、この法案だけの問題では私はないと思っています。仙台で行われた情報保全隊の裁判の時もそうですけども、警察のですね、いわゆる公安警察ですね、公安警備情報、これらと共有しているということが明らかになっていますけれども、海上保安庁も当然そうでして、自衛隊だけで何かができるわけじゃなくて、実は実際上はですね、この海上保安庁などの海上警備というものが極めて重要なわけですね。で、北海道の場合はここにありますように20の施設があるわけです。当然こういうところも対象にしなければならないというふうになると思います。で、その下の方に書いてありますけれども、先ほど来からのお話がありましたように、北海道には泊まりの原発発電所がありますし、吾妻火力発電所という大きな火力発電所があって、2年前の胆振東部大震災の時はここが止まっただけで、北海道、この見えてる北海道全部が真っ暗闇になってしまったわけですね。ブラックアウト、こういう問題もあります。それから苫小牧の東部には国家石油備蓄基地というのがありまして、地上タンク方式としては世界一なわけですが、こういうものがあるわけです。安全保障上のリスク有無ということの理屈から言うと、当然こういうところもその周辺も全て対象に入ってくるだろうというふうに思います。で、その次お願いします。で、情報はどこに収集されどう使われるか、私はやはり総理大臣が有無ということになってますけども、その米軍などとの関係や公安情報との連携といろいろ考えますと、実務的にはですね、情報保全隊なのだろうというふうに思っています。この下をお願いします。
まあ、つまり日常的な特にこういう基地に関わるものについては情報保全隊が収集をしています。もちろん情報全体はもともとは調査隊といって、自衛隊員の情報を管理するところでしたが、今やそれは国民監視、昔の憲兵の役割を果たすようになってきているというのは周知の事実であります。でこれはおそらく根拠としては防衛省設置法4条の調査研究だとか情報の収集整理という名目の下でやれていると思うんです。ただ米軍との関係でもうこれでは限界が来たと、まあ、平たく言うとですね、もっと内閣総理大臣をトップにしてですね、広く、まあ、今回のデジタル法も活用してですね、関係行政機関、それから個人の情報ですね、外国人登録法なり住民票なり土地情報というのは自治体ですので、これらに対してですね、情報を集める、調査をする、こういう、まあ、武器といいますかね、道具を手に入れたいということになるのではないかで、関係、大臣自治体がこの10名を受けて実行する。で先ほど言いましたように最終的に実務的に一番これを活用するのは情報保全隊、情報本部ですね、防衛省情報本部になる、もちろん内閣も使うでしょうけれども、で、まあ、警察と共有するということになって、まあ一番の目的はその基地を守るといいますかね、要するに住民対策に使われるんだというふうに思われます。最後ですけれども立法事実について一言述べておきたいと思います。先ほども海斗先生の話がありまして、千歳の話とかされましたけれども、もうちょっと下の新聞記事をちょっと出してください。まあ、実はこの法案が国会に出るちょっと前にですね、3月に北海道新聞で記事になったんですけれども、まあ、道議会で、まあ、問題になったんです。でどういう形で問題になったかというと、自衛隊駐屯地を含む防衛施設などの周辺の森林で外国企業や外国人が取得した土地が何個あったか、これ自民党の議員が質問したんですね。で2019年段階で218ヘクタールということだと、まあ、正確に言うと2010年で末で55ヘクタール、2014年6月時点で67ヘクタール、そして2019年12月の段階で218ヘクタールだと。でこれ私どもからするとですね、まあ、実は私の実家は十勝なんですけど、農家なんですけれども、まあ、70ヘクタールの農家をやっています。そうするとですね、我が家一軒分なんです。この、55ヘクタールとか67ヘクタールなどというのはね、218ヘクタールといっても我が家の領土なりの農家を合わせた面積に過ぎないわけです。で、じゃあなぜこういうふうになっている、ここにありますように、まあ、海外資本による森林の土地取得、つまりリゾート開発とかですね、まあ、そういうことで問題にされたのであって、今回のこの立法事実に関わってこういうデータなり、まあ、北海道の道議会などでねこういう議論がされたなどという使うっていうのは、まあ、筋違いも甚だしいわけです。ちなみに皆さんがよく来られるニセコって言ってもあそこはニセコの演習場があります。富良野には BA 富良野には富良野の大きな演習場があります。その周りっていうことになります。ここで新聞で報道されている土地森林とかっていうのはまさにそういうところを、まあ、大部分を指すのはもう明らかであります。まあそういう意味でもですね、全くこの立法事実なり法の目的を歪めたものでですね、本当にこういう法律を許すことはできないと。結局外国資本の脅威なるものを強調して、まあ、いたずらに、まあ、国民の不安と排外的な心理を煽って、国民を政府の監視下に置く、まあ、こういう最悪の法案だと思います。ちょっと長くなりましたが以上で私のお話とさせていただきます。ありがとうございます。佐藤さんどうもありがとうございました。お待たせしてしまいました。あ、いえいえ。貴重なお話ありがとうございました。北海道がやっぱりもともと大きなところですけれども、本当に規模としてもいろいろなところに演習場なりがあったということ、改めて、
この法案がやっぱり直接的に関わってくるということがよく分かりました。どうもありがとうございました。それでは結構時間がいい時間になっていますけれども、終わっていきたいんですが、今日ですね、国会議員の方来られた方はスピーチしていただきましたが、あの資料を取りに、立憲民主党の参議院議員の牧山博恵議員が立ち寄っていただきました。それから参議院の内閣委員でもあります、日本共産党の田村智子議員の秘書さんも資料を取りに来られています。今日発言された議員の方の秘書さんをそれぞれ、参加していただきました。どうもありがとうございました。最後にですね、ちょっとインフォメーションも含めて、少しお話したいんですけれども、今日から審議始まったんですが、委員会での、今日午前10時から参議院議員会館の前で沖縄一粒反戦印会関東ブロックの呼びかけで、スタンディングが審議の終了まで行われています。そして10日木曜日も定例日でおそらく審議が入ってきますので、10日にも同じく午前10時から審議終了までスタンディングが行われます。それから今日はですね、この後皆さんしばらく休憩などしていただいて、可能な方は午後6時半から7時半まで首相官邸前で一坪反戦印会関東ブロックがマッポリネートされて、5団体ですね、平和フォーラムさん、安保萩中央実行委員会さん、そしてタンポポ社さん、そして私たちの緊急声明の事務局と関東ブロック5社の共同の呼びかけで、参議院で廃案にということで抗議集会を官邸前で行います。おそらく当面はこの行動が一番大勢集まる行動じゃないかというふうに思ってますので、この動画を見られている方まだ時間ありますので、元気があれば感染対策しっかりやって安全に行いますので、午後6時半から7時半まで官邸前に来ていただければと思います。それからツイッターデモというのも呼びかけられてまして、今日とかですね、あさってですけれども、この法案なんかいろんな名称が飛び交っておりましてなかなか統一しにくいんですけれども、関東ブロックさんの方で呼びかけられているのは重要土地調査規制法案を廃案へというのをハッシュタグというのをつけてですね、ツイッターでもやろうと。でその他にもすでに、いろいろなもう少しこうシンプルな名前であったりして、いろいろな形でこのツイッターでも行われていて、この前なんかトレンド入りっていうのもねしてたりしました。ようやく、参議院に移ったところですが、さまざまな場所からですね、いろいろな形の反対の声が確実に広がってきているというふうに思っています。で加えて10日の日ですね、審議が行われます。10日の日には午後4時から、同じく参議院議員会館の、101会議室の方で総係行動実行委員会の方が、院内集会を開かれます。こちら先着50人ということですので、 YouTube でも配信されるそうですので、可能な方は参加視聴いただければというふうに思っています。で法案についてはですね、今日5時間ほど審議やるんですけれども、おそらくあさって木曜日にも同じぐらいの審議がされるんじゃないかと思います。でちなみに衆議院の方では内閣委員会で12時間半ぐらいだったんですね。で通例だと、衆議院並みあるいは衆議院の少し少なめにみたいなことがよくあることなんですね。で今回、与党が何を考えているのかというところはちょっと分かりませんけれども、衆議院並みに12時間ぐらいやろうとすれば10日だけでは間に合わないので、もしかすると次の火曜日15日もう16日から行きますですからギリギリですけれども、ちょっとかなり危ない日程になってますが、そこまでやるのか、それとも最悪の場合10日に5時間ぐらい質疑をして、ほぼ衆議院並みだということで、強行採決という形に衆議院のように出てくるのか、予断を許さない段階です。でいずれにしても今日いろいろな方が発言あったように、国会議員からも発言があったように、もう問題点はもう12時間の審議ですらもうどんどん出てきて、しかも全くまともな回答がなされない、危険性だけがはっきりしてくるという状態で、もともとこんな法案出したこと自体がやっぱりでき損ないという話もありましたけれども、もう出さなくていいということで廃案しかない代物ですので、私たちとしてはすでにメールなどでも呼びかけていますけれども、野党がしっかりとですね腹をくくれば、例えば入管法改悪の時に強行採決直前に野党が
立憲ですかね、野党が出しましたね、委員長の解任動議、これを出せばその日の採決は阻止できるはずなんです。ですから今回は内閣委員長の解任動議を出せば強行採決阻止できるはずです。さらには小此木担当大臣の衆議院では不信任案というんですが、参議院では問責決議案というそうなんですね。ですから小此木大臣の問責決議案を出せばやっぱり一定の、歯止めになる。で今ですね、明日9日に党首討論を行われますけれども、それによっては立憲民主党は内閣不信任案を出す用意があるというふうに表明していて、で二階幹事長はですね、牽制するために出されたら解散するというふうにですね、どこまで本気かは分かりませんが、そうやって牽制しています。で私たちとしてはこの法案に限らず、コロナ対策あるいはオリンピック、さまざまな面でこの政権は不信任案を出して当然だと思っていますので、やっぱり立憲民主党、野党には腹をくくって、この3つの手段を出すだけでもですね、この危険な法案を吹っ飛ばすことは可能だというふうに思ってますので、それをさせるためにやっぱり世論というのを非常に気にします、政党も。ですからメディアや私たち市民、そして立憲野党が力を合わせて法案反対の世論を盛り上げることで、確実にやっぱり廃案に追い込むということが可能になると思いますので、本当にあと今日も入れて9日しかありません、会期末まで。できることをやって、ファックスを野党に送って激励、叱咤激励する。自民党公明党に送れる方はですね、もう絶対廃案にしろと、ふざけるなと、こんな法案通したら選挙落ちるよということを突きつけるということも可能な方はやっていただいて、とにかくあらゆるできる手段を私たちも尽くして、この法案廃案という結果を得たいと思っています。これからも私たちまだ具体的な日程など決めていませんけれども、さまざまな形でファックスも含めた呼びかけやっていきたいと思いますし、いろんな団体個人の方と力を合わせて、1週間強ですね、正味頑張っていって、どうしてもこの法案は廃案にして、もう二度と出てこないようにしたいというふうに思います。今日参加された方、そして動画見られた方もですね、一緒に協力参加改めて呼びかけていきたいと思います。ということで、皆さんの方からどうしても言いたいという方がありますか、大丈夫でしょうか。はい、ということでちょっと時間をしてしまいましたけれども、今日の重要土地調査規制法案を必ず廃案へ、院内集会はここで閉じていきたいと思います。今日はですね、IWJ さんが中継していただきました。また個人でツイキャスでも中継していただきました。そして録画配信をユープランの三輪さんの方が撮っていただきましたので、今日の遅くぐらいにはですね、YouTube で配信していただけると思います。この動画についてもどんどん宣伝していただいて、とても中身の濃いいい集会でしたので、多くの方に見ていただきたいと思います。ということで、どうもご参加ご協力ありがとうございました。